はい、PNF2 種類紹介していきます。まず前屈の、PNF を紹介します。まずとりあえずね、今のこの柔らかさ、体の柔らかさの状況を把握するので前屈してみてください。まあ、指先がつま先につくぐらいかなと思ってます。はい、ありがとう。では実際に後ろから押します。で、限界まで前屈をしてみてください。はい、そこまで行ったら逆に抵抗をして10秒間きつい場合は5秒ぐらいで十分かなと思いますが、できれば10秒ぐらい、抵抗するようにしてください。はい、戻して力抜いて、はい、もう一度前に行くとこまで行って、はい、力抵抗します。から抜いて、はい、もう1本いきましょう。このセットを3から5セット、やってもらえるだけで、体は柔らかくなります。はい、じゃあ一人でちょっと前屈してみてください。はい、先ほどよりも柔らかくなっているのが分かるかなと思います。これが1種類目です。はい、PNF2 つ目、ももの前の、部分を、しっかり伸ばしていきたいなと思います。今この状態だと、お尻にかかとがついていない状況なので、このまんま反発するということも可能です。で、これをちょっとグッとやった時にお尻にかかとが、つく場合であれば、今からやってもらうようなことを行っていきます。はい、この状態で膝を持ち上げてください。で、受けてる人に関しては膝を地面に近づけるように力を入れて抵抗していきます。これ同じように5秒から10秒を3セットから5セットやっていきます。はい、1回力抜いて足も1回伸ばして、はい、はい、じゃあもう一度いきます。同じように最後もう一度、はい、戻して、はい、じゃあちょっと実感どうか本人で両足曲げてもらいましょう。自分の力で曲げてみて、この柔らかさの違いあるかな。かかとの位置が全然違うと思う。これを実践してもらえると競技力向上につながっていくので、ぜひやってみてください。チャンネル登録よろしくね。いいねもよろしくね。